もしセクシーな下着がベッドの上に置いてあったらどんな反応するのか。プレゼントがあるの。何？俺の趣味でさ。いいよ、翔ちゃん履きたかった。はい、どうしよう。始まりました。少量チャンネルのりょうでーす。はい、一人で撮っているということは、今回もしょうちゃんにドッキリを仕掛けたいと思いまーす。イエーイ。はい、というわけでですね、今回もしょうちゃんを驚かせたいと思うんですけれども、今回はですね、もしセクシーな下着がベッドの上に置いてあったらどんな反応するのかを見ていきたいと思います。少量。はい、というわけでですね、買ってきましたこのセクシーな赤いティーバッグ。これドンキで買ってきたんですけども、めちゃくちゃ恥ずかしかった。これ買うの、このですね、派手派手なティーバッグがベッドの上にあったらどんな反応するのか見ていきたいと思います。今ですね、翔ちゃんはちょっと銀行に行ってくるとか言って出かけているので、そうだな、この布団の、はい、というわけでですね、布団のギリギリのところ、なんか見えるか見えないかくらいのところに置いといてみたいと思います。これ、色が派手だからすぐわかりそうな気がするな。よし。こんな感じでちょっと置いておきたいと思いまーす。ひょうにょう。あ、おかえりー。混んでた？そんなことない。うん。ちょ、俺トイレ行ってくるね。よし。気持ちいい。こんなの履くの？やば。やべえな。終了。あ、すっきりした。何寝るの？何寝るの？起きて。起きて。プレゼントがあるの。何？何どうしたのそれ。俺の趣味でさ。俺の趣味なんだけどいかが？いっちゃ。何趣味ってどういうこと？どうしたのこれ。え？翔ちゃんに履いてもらおうかなと思ってか。なんで匂い嗅いでんの？まだ使ってないんだ。使ってない。だって普段こんなん履かないじゃん。そうだよね。だからさ、え、誰のって思って。あ、誰のじゃないでしょ。いいじゃん、おしゃれ。おしゃれじゃん。そういうのさ、うん、好きだっけ。え、嫌いじゃないけど別にいいんじゃない。いいと思うよ。え、何、俺にってこと。いいよ、翔ちゃん履きたかった。はい、どうしよう。普段履いた方がいい。いい、任せるよ。なんで急にそんなさ、こういうの履いてってなるわけ。どういう心境？どういう心境なの？どういう心境も何も、うん、ちょっと入ってもらおうかな。そういう気分ってこと？そういう気分ではないけど。違うね。そういう気分ではないけど、あ、たまにはいいかな。俺が履けばいいの？そう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 。じゃあ履くね、今から。え、違うの？え、そういうことじゃないの？いや、履いていいよ。じゃあシャワー浴びておいで。
なんでだよ。え、違うの？ひょにょ。どうよ、こういうやつ。え、いいんじゃない？こういうパンツ。いいの？いいと思う。履きたい？履かない。履かないよ。履かない。なんか落ち着かなそうじゃない？いいじゃん。じゃあ、しょうちゃん履いてください。うん、オッケー。はい。というわけで、てってれーん！はーい。モニタリングしておりましたー。あ？そこそこ。はい、というわけですね。はい、今回のドッキリは、もしベッドの上に普段履かないさ、うん、セクシー下着が置いてあったらどんな反応するかー、うん、ドッキリどんな反応してたの？え、なんか別にいいんじゃないって受け入れちゃった別に。え、どっちが吐くと思ったの？え、なんかそういう趣味あるんだって思った。あ、俺が？うん。あ、なるほどね。知らなかったなーって思って。あ、でもまあいいじゃんみたいな。うん、別に大丈夫受け入れますけども。うん、いやー、なかなかじゃないこれ。いいんじゃないかなーって思ってさ。じゃあ今度吐こうか。うん、もう絵はしない俺たちが。いやー、落ち着かないだろうな、うん、これドンキで買ってきたんだけどさ、はい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 、マジで恥ずかしくて。えー、いいじゃんいいじゃんでもしかもさ、うん、女性の店員さんだったからさ、あ、こういうの、はい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 、履くんだって思われるんだろうなと思ってさ、うんうんうん、なるほどね、いいと思うけどね、ちょっと、うん、まあ履かないだろうけどひょにょ。はい、はい、というわけでですね、うん、今回のドッキリいかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。はい、楽しみましたはい、というわけでですね、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います。思います。はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTokもお願いします。ではまた。ウルトラマンみたいじゃないやばい、言われちゃうね。三角筋みたいなの。うん。変態仮面。うん。